はい、どうも皆さんお疲れ様です。プレイステーションクラシックシリーズリッジレーサー2続きの方をプレイしていきたいと思います。今回はベーシック2のね、ところをやっていきたいなと思っております。じゃあやっていきましょう。はい、サンセットドライブ R から、始まります。今回乗っていく車両はですね、こちらですかね、フィエラのタイプ Z と行きたいところなんですけども、せっかくなんでいろいろね車があるんですよ。このタイプがねマイルドだったりとかスタンダードとかあるんですけど、今回ちょっとマイルドな車両で行きたいなと、思います。こっちの方がねマックススピード速いんですけどね、ちょっとじゃあせっかくなんでこの車両で行きたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。で BGM は、僕はねリッジレーサー R4 の大ファンなんで、当時の、曲を流していきたいなと。まあ何でもいいかな。さあやっていきたいと思います。これサンセットドライブのリバースですかね。レイジレーサーの時のこの逆走ですね。これね逆走レイアウトになるとまたコースがね変わって面白いんですよね。お、曲はこれか、たまんねえな。逆走レイアウトだね。痛い、邪魔しないでくれ。今回のこの車両の方が挙動がマイルド、まあ、ドリフトの姿勢がね結構制御しやすいですよっていう車両なんで、まあ、その辺がどうなるかっていうのはちょっと試しみたい、いろいろ試していきたいなと思います。結構この車の方が上がりは素直ね。車によってねこのねタコメーターがねちょっとねデザインがちゃんとね違うっていうのがねこだわっててね、この意外と個人的には好きです。いや逆走レイアウトこの面白いな。やばい、詰まったぞ。よし、ガンガン攻めてこう。いや逆走レイアウトマジで面白い。曲がいいからね、もうドリフトもはかどりますよこれ。このマイルドの方が意外と走りやすい感じがしますね。スタンダードも良かったんですけど、もう振りやすいというか、まあ、ドリフトの挙動を制御しやすいんですごく、まあ、ラインは作りやすいですね。エアピンガンガン使ってこう。まあ、コースをね覚えるってすごく大事なんですけど、お、ニューレコードだ。全然速いじゃないですか。この車走りやすいですね。すごく挙動的には楽しい挙動。走りやすい。当てるつもりはなかったんですけど、いいね、いい感じで決まりましたね。ドリフトが、ここは全開ですね。でドリフト入れます。
さあファイナルコーナーを抜けて、よーこんな感じですかね。いやいいですね、めちゃめちゃ楽しいこの車。なんかちょっとリアがフェアレディ Z っぽいですね。なんか3,4 かな。さあ行きましょう。今回のこのツアーが2000しかないので、そのあたり楽しんでいきたいと思うんですけども、またねちょっとランダムでいきましょう。3周ですね。うわー、これは懐かしいですね。初代リッチレーサーの上級コースですね。いやー、これは懐かしい。このコース走れるのはめちゃめちゃ懐かしいですね。そしてこの BGM、 R4 の BGM ですね。そこもちょっとドリフトつなげてって思ったかな。うわー、この曲かっこいいんですよね。さあナイトロを、ニトロ使っていくぜ。そしてドリフトだ、いいね。ここジャンプですね。でここは左のヘアピンが1個あって、でこのまま上級コースに入るんで、上級コースはここをねこうカットして、あとはねほぼ全開でいけるところなんで、でねヘアピンが1個ある。で今度は下りでここはねカットしながら行くといいライン取りに受けれるんで、まあ、このコースもね、もう初代リッチレーサーで散々走りましたけど、ね、結構ね、なんて言ったらいいのかな、ライン取りすごい大事なコースなんですよね。リッチレーサー早く走るコツって、本当ライン取りなんで、あとドリフトのね、制御とかもいろいろあるんですけど。ここはね、あんな感じでつなげてった方が早いですね。いや、たまらんな、これは。これはたまらんぞ。ラスコのね、コーナーなんですけど、左側にバンクあるんで、あれバンクをね、速度が速い車走ってるときは使うと、めちゃくちゃ速く走れるっていうのがありましたね。いや、懐かしいな、もう、この雰囲気がね、そもそももう懐かしくてたまらんですね。さあ上級コース、ここね最初上りなんで、でもただここねほぼ全開でうまいこと抜けれるんで、抜けてって、まあ、めちゃめちゃ懐かしい。ここだけドリフトですね。ニトロ貯めてライン取り決めて、で直線で使いましょう。いや、取る気持ちいいな。めっちゃ飛んだ。おお、ニューレコード。よいしょ、ファイナルラップ。ここで1個目大胆に振って、このまま2個目まで思いっきり振っちゃった方がいいですね。そうすると綺麗にね、ライン取りを取れるんで。いや、いいなぁ、もうね、ただね、めちゃくちゃここまでこんな綺麗になると思ってなかったんで、この辺はすごくいいですね。あー、ぶつけちゃった。ちゃんとね、こう、
軽くねカウンター当てるのが大事ですね。アクセルオフするだけでもドリフトを発動するんで、まあ、高速のドリフトするときはアクセルオフだけでもいいかなと思うんですね。いやいいね、抜けてでドリフトですね。いいね、まあ曲がねちょっとまたちょっとね当時のある方を思い起こさせる。さあどうだ、タイムは、いやー36秒台か。はい、というわけでね、まあ、今回は短いんですけども2000年やってって、まあ、上級コース楽しめたんでね、めちゃくちゃ個人的にはね最高でしたね。はい、というわけで皆さんねご視聴いただきましてありがとうございました。今回ツアークベーシック2は、ツアークリアしました。はい、でも一応ねテストプレイだとここまでやったんですけども、またねまたここからやっていきたいと思います。そのロックパスの、レイクサイドパークウェイ、はい、をやっていきたいなと思いますんで、いやーその辺はね本当にね楽しみなんですけども、はい、というわけでまたね、今回は次回はここからやっていきたいと思うので楽しみにしておいてください。お疲れ様です。